皆さんこんにちはということで本日もね、やっていきたいと思います、えー。今日はですね、ドジャースありませんので、トレード情報なんかをですね、最近あったものをいろいろとね、紹介していきたいと思いますけども、まず、ドジャースネーションの方にですね、昨日あたりからいろいろと出ておりまして、USA トゥデ y のですね、ナイチンゲルさんとまあ話している状況の中でですね、えー、ドジャースどういうふうに動いていくかみたいなことがね、いろいろと出ておって、プラス他のね、サイトでも、 まイ、あ、外野手ね、誰が出てくるのかとかですね、ちょっと気になる情報なんかも出てきておりますので、えー、まとめてね、紹介したいと思いますけども、まず、ドジャースとしてどういう動きかっていうね、トレードデッドラインでのね、動きに関してですけども、やっぱり外野手一人と、ピッチャー、先発ピッチャーっていうところが必要なんじゃないかっていうのとね、で、ベッツが今後どこに戻るのかによってもね、いろいろと変わってくるんじゃないかみたいなことですけども、セカンドに入るのか、 ショートに戻るのか、ライトに戻るのかっていうね、えー、選択肢が、まあ、3パターンぐらいあると思うんだけどもね。それによって補強の、まあ、どこを補強するっていうのも変わってきちゃうと思うんですけどもね。チームとしてはどう考えているのかにもよってね、その辺の影響も出てくるかなと思いますね。で、先発ピッチャーに関しては、レイズのエフリンですね。このようなピッチャーが必要なんではないかっていうところもね、新たに名前としては出てきておりまして。あとはですね、もちろんクロシエについてもね、やっぱり話としては出ておりますけども、 一回ね、オファーして断られたっていうことにはなってますけども、ドジャースとしてはトレードデッドラインでどこかにトレードをね、されるまではアプローチというか、オファーというかね、続けていくんだろうなということを書かれておりますけどもね。ただ、ドジャースとして、プロスペクトとしてこう出しますよね、相手チームにね。で、将来的に自分たちを苦しめることになるような、えー、プロスペクトをあまりね、トレードしたことがないということなんでね。 ただ、黒詩を取るのであれば、それが必要になってくんじゃないかなと思いますから、まあその辺のやっぱり判断ですよね。どの程度ね、出すのかっていうのと、どの程度本当に本気で欲しいのかっていうのでね、変わってくると思うんですけども、まあだから、これぐらいだったら欲しいなっていうのだと、やっぱり取れないと思うんですよね。他のチームも、15チームがね、えー、注目しているってことはね、この前も言われてますからね。だから、なかなかその辺の判断としては、そして今までやってきたことを考えると、 ま、そこまで出していかれないんじゃないかな、みたいな感じでもあるのかと思いますけどもね。ただやはりですね、ドジャースとしてはね、非常に欲しがっているし、非常にこのね、ドジャースにフィットすると言われているんですけどもね。ただやっぱりこの前も言われてるけども、キャリアハイというか先発転向しているので、 今までこう投げたイニングよりも行っちゃってるみたいなことになるからね、イニングの制限が後半かけていかないといけないんじゃないかと言われている中なので、怪我をしたっていうところもあったしね、その部分で今後健康を維持できるのかっていうところがやっぱりですね、リスクがあるので、ただそれはどの選手を取る場合もそうだと思うんですよね。健康で来ていてもね、取った後怪我する場合もありますから、 もともと怪我してたからっていうのがあるとね、やっぱりそこは懸念されるけども、怪我してなくても結局、まあ可能性としては同じようにあるのかなと思うのでね。だからやってみないと結局わからない状況なんですけども、ただね、えー、その、キャリアハイのイニングを言っているっていうのと、まあ怪我をしていたっていうのね、もとの部分があるから、その辺のですね、リスクがあるので、ハイリスク、ハイリターンのようなトレードにはなるんじゃないかっていうことですよね。もしやるのであればね。 で、プロスペクトも大量に出すので、おそらく。そうすると、そちらでね、活躍されて、すごい選手になる場合もあるから、そっちのハイリスクもありますからね。で、そんだけ出したのに、クロシアはちょっとダメだったみたいなことになると、そっちのリスクもあるので、まあいろいろとね、えー、計算してやっていくとは思いますけどもね。ただですね、もしね、クロシアが成功するのであれば、そのね、リスクを上回る可能性もあるよね、ということですね。っていう感じの、まあクロシアの話も書かれている先発のね、部門ですね。 そしてですね、次の、まあ、イアの部門のね、話になりますけども、やはりロバートジュニアっていうところもね、名前が上がっておりますけども、あとはアロザレーナですね。この2名が一応今回の話では上がっておりまして、ただロバートについては結局は取れないというか、なかなかね、えー、ホワイトソックスとしてもこのトレードデッドラインで出さないんじゃないかっていうか、対価が低く見積もられちゃうというかね、そんな感じにはなっているし、えー、獲得する方もですね、 健康状態というかね、怪我の影響で、たくさんのね、試合に出たっていうのがなかなかないので、まあこれも本当に前も言いましたけども、ポテンシャルはすごいんだけどもね、ただ怪我しちゃうイメージが結構ありますから、まあそういう面において、まあ彼もプロスペクト大量に出さないと多分取れないようなね、要求額にはなってくるけども、 そういう部分もあるので、あとはですね、成績不振っていうのもあるので、そう考えるとですね、まあ、対価を払ってまで取れないというか、そこまで出してまで取れないっていう感じにはなってくるので、そこが折り合わないってことですよね、要はね。ホワイトソックスが、まあ欲しているものと、 チームが、まあ、そこまでは出せないよね、みたいになるわけですから、それでこう、今回はね、トレードが成立しないんじゃないかっていう見方が強いっていう、そういう方向の話だと思うので、それはもうしょうがないかなと思いますよね。だから、どうしても欲しいっていうチームがね、バーンと出せば決まるでしょうけども、そういうチームもなかなか現れないんじゃないかっていう見方だと思うんでね。まあ、このオフまで、とりあえず、ロバットとしては残留みたいな感じにはなる可能性が高いのかなっていうところでしょうかね。で、あとは、えー、アロザレーナに関しても、 ちょっとね、今シーズン出遅れたっていう話は前もね、出ておりましたけども。 ポストシーズンでのですね、成績というかね、活躍っていうのもやっぱりね、あるので、まあその辺においては、やっぱり、こうポストシーズンで輝いてくれる選手ってね、えー、重要ですから、まあレギュラーシーズンがなんか微妙でもポストシーズンでガーンっていってね、まあどっかの部分でね、MVP を取るようなですね、まあワールドシリーズでもいいけども、まあそういう感じの活躍をね、ポストシーズンだけしてもなんとなく価値はやっぱり高いですからね、そういう活躍をしてくれるんじゃないかっていう、まあアロザレーナに、 期待してるという感じにはなってくるのかなと思いますけどもね。あとはですね、ショートのね、話もこう出てきておりますけども、ビシェットの話ですね。こちらもね、この前もちょっとね、えー、言われている記事あったんですけども、やっぱり守備面ですよね、がちょっと懸念されるっていうか、まあ、今年打つ方もね、えー、調子良くないんですけども、守備の方がっていう話なので、ポストシーズンでそのね、ちょっとそこの部分でミスが出るとっていう話にはなってくるから、 まあドジャースとしてはポストシーズンでこうね、活躍してくれる選手を獲得したいっていう感じではあるので、その辺もやっぱり重要なのかなと思いますし、フリードマンさんとしても守備面にうるさいというかね、気を配っているっていうこともえこの前言われておりましたからね、その面でもちょっと厳しいんじゃないかと、ビシェットに関してはね。で、ブルージェイズが出すかもわからないので、可能性としてはゼロではないけども、かなり低いんではないかというね、見方ができるというところですね。 なので、ドジャースとしては他のね、ポジションを埋める方が、まあいいだろうということなんで、ガイアとかね。まあもちろんピッチャーもそうでしょうけども、あとはサードなんかも必要になってくる可能性ありますけどもね、マンシーの状況によってはね。 で、あとは、バルガスがどれぐらい頑張ってサードができて、で、打つ方が維持できるかっていうね、えー、ところにもかかってくるかなと思いますけども、ショートとしてはですね、ロハスを起用するっていうね、えー、柔軟性もあるし、ベッツが戻るっていう方向性もあるので、えー、わざわざ取る必要もないんじゃないかということがね、言われている感じですね。あとはですね、外野の部門の別の話でですね、ちょっと興味深いのが、ドジャースネーションの方でも、X の方かな。 ガイアまあ誰が欲しいかみたいなところでね、ヌートバーの画像が上がってたりするんですよね。ヌートバーとアロザレーナかな二人の、まあ、画像が多分上がってたと思うんですけども、ヌートバーはどうなのかなと思うんですが、まあ今日もですね、あの、トレードルーマーズの方に、えー、記事がね、出ておったんですよね。昨日か。えー、ね、今日復帰したのかな、ヌートバーね。 だから、まあ、ヒットン打ったみたいなことでね、出ておりましたけども、まあ、その中でですね、まあ、カジナスとしては、こう、エドマンも戻ってきて、ヌートバーがいて、レエドマンの状況によってはですね、結構、こう、野手が余る部分もね、出てくるわけですよね。戻ってこれるならね、彼がちゃんと。そうなった場合にね、他に、まあ、余ってるところをトレードして、細シーズンに向けて、今年とかね、今必要な選手、 っていうところのトレード。まあ、ベイダーとモンゴメリーのトレードみたいなね、そんな感じのトレードがね、えー、まあ必要なんじゃないかというところなわけですよね。だから、まあ、ヌートバーがトレードされるかっていう話になってるわけじゃないんだけども、ただ、こう、彼は価値的に結構高いからね、もし、まあ、ちゃんとした何かしらの対価を得たいのであれば、そういうところも可能性はあるのかもしれないというところにはなってくるかもしれないんですけども、ただ、え現状は例えばカールソンとかですね、その辺が、 まあ出す可能性は高いんじゃないかっていうところですね。ただあんまりこうバリューとシェアカルソも低いからね、対価を得られるかって言ったらあんまりそうではないとは思うので、まあ外野で余ってるところとかですね。あとは他もですね、割とこうカージナルスは保有権がまだまだある選手たちが多いから、まあ一人ぐらい出してもっていうのもあるのかもしれませんけどもね。ヌートバーも前はね、あんまりこう出さないっていう感じだったけども、 まあこのところ、ちょっとね、えー、その辺の姿勢も変わってんのかもしれませんけども、まあシミュレーターでも、こう、可能性はミディアムってなってるので、昔はこうね、可能性は低いって感じだったと思いますけどもね、えー、カージナスも気に入っている感じだしね。だから、 ま、その、トレード市場に彼が出てくるかっていうと、まあ、その可能性はそこまでないとは思うんだけどもね。もし出てきた場合面白いなと思いましたよね。で、その場合に、まあ、ドジャースが取るかっていうとあれですけども、ただ取った場合はね、下位打線において、で、ね、フォアボールを取れる出塁率がまあ、ある程度あるっていうところを考えれば、 まあ、下位打線に置くのであればですね、現状のね、まあ出塁してくれるっていう面ではいいのかなと思いますしね。まあ、リッツはね、もちろん、そんなに高いわけではないですけども、まあ、そこにこう影響されないね、一応こう、フォアボール取るっていう部分が、まあ、今年もね、継続はしているとは思うのでね、その辺においてもいいのかなと思いますけどもね。打球速度とか、まあ、その辺の指標自体は結構いいわけですよね。だからその辺も、 まあ人気になるというか価値があるというかね、そんな感じだとは守備も OK だしみたいなところで、まあ基本的にはライトが一番多いのかなと思いますけども、センターレフトっていうところもね、守ってますからね、まあやってもらえるのであればっていうところもあんのかなと思いますけどもね。 まあ、ただ、こちらね、ドジャースの候補に上がっているかっていうと、まあ、そうではないんですけども、外野を取るのであればという候補の中では上がってくるのかもしれないというね、話だけであるので、まあ、ただそれだけの話なんですけどもね、なんとなく、まあ、ね、トレードに出てくる可能性もちょっとあるのかな、みたいなね、形かと思いますけどもね。で、いつも通りそのトレードシミュレーターの方でですね、対価を見ていきたいんですけども、先ほどね、レイズのピッチャーというところで、エフリンですけども、 バリューは16.3。で、アロザレーナは8.4ということなんで、まあ、アロザレーナもね、ちょっと、ね、この前も言ったかもしれないけど、バリューはね、だいぶ落ちたなというか、今年成績が良くないっていうのもあるのかもしれませんけども、開幕前は30いくつとか、まぁ、あ、20いくつとか、それぐらいあった気がするんでね、だいぶ落ちたなっていうふうに思いますね。で、あとはヌートバーはね、まだこう、保有期間もあるので、なかなかこう、カージナルスの中でもトップ2ぐらいかな、その、今の価値的に言うとね、 だから、まだ3.5年なので、今シーズンプラスあと3年保有できるんですよね。っていうのもあるのでね。なかなか、えー、価値は高いものにはなってしまうかなと思いますけどもね。でも、ドジャスとしてもその3年ね、あの、トレードしてきたとしてね、仮に3年っていうことになっちゃうと、まあいっぱいね、外野者いますからね。その辺も余っちゃうってう状況になるから、まあ誰かをトレードするとかね。 あとは、ベッツがライトに戻るのであれば、まあ、無くなりますしね。可能性はね、外野を取るっていう方向性よりは、内野のどっかを埋めるみたいなね、方向性の方が高くなるのかなと思うので、そのパターンの場合はもう外野補強ってなかなかね、無くなるかもしれませんけども、すでに余ってるような状況にはなってるからね。人数的にはね。だからまあ、可能性としてはね、ちょっとその体価も高いし、まあ、年数もある、逆にね、年数があっちゃうっていうのもあるので、 まあなかなか取るという感じではないかもしれませんけどもね。ちょっと話題に出てきていたのでね、お話ししましたけどもね。あとはこちらもトレードルーマーズですけどもね。マーリンズ・チザムがですね、トレード にね、出てくるというね、確信が高まるということで出ておりましてね。まあ、タナースコットも、えー、注目をやっぱりね、マーリンズの中で集めておりますけども、チザムもですね、いろいろと噂出てたんですけども、やっぱり可能性が高まってきたんじゃないかっていう話ですね。だからまあ、外野がね、必要なチームとか、内野もね、内野で起用しようっていうチームをね、考えとしてあるっていうことなんで、 だからそういうチームにとってはね、候補には上がってくるのかなと思いますけども、ドジャースとしてはちょっと色々とあるのでね、その問題が大丈夫なのであれば取るかもしれないけども、まあそこ次第みたいな感じかなと思いますからね。まあ以前は可能性はドジャースの可能性は低いんじゃないかとは言われてましたけども、ただトレードに出てくる可能性は高まっているということですね。 そしてですね、昨日の USA Today になりますけども、こちらもね、トレードの、まあ、どういう状況になっていくかという話ですが、まあ、なかなかですね、このところでもそうですけども、プレイオフ争いっていうのがわかんなくなってきているので、ちょっとですね、確実にね、売り手っていうところが、まあ、なかなか、えー、ないという状況にはなってまして、その状況の中でですよね、まあ、どこのチームが出してくるのかっていうのは、まあ、もちろんエンゼルスはね、もう出すという感じには言われておりまして、 エステベスはですね、おそらく、アセチックスのミラーがね、トレードに出てこないのであれば、そこを狙っていたチームは彼に行くと、エステベスに行くということにはなるということなので、まあ、ちょっとなんか序盤良くなかったけどもね、この前、あの、月間のですね、最優秀リリーバーですかね、を取ってたりしましたから、調子としては上がってきているという現状なのかなと思いますし、で、対価というか、その、彼に払う、残りの年俸も少なくて済むしね、 で、対価もそんなにね、いらないと思うので、まあ、そういう面ではリリーフ欲しい、後ろの方のリリーフが欲しいチームとしては、まあエステベスか、えー、スコットか、その辺がレンタルリリーバーとしてはね、非常にいいのかなっていう話でしょうね。で、エンゼルスもう一人ガルシアもね、出すかもしれないというところと、あとはですね、アンダーソンとかキャニングとか、あとはウォードとかですね、あとはヒホとかもそうかもしれませんけども、 ちゃんとした対価、まあ、ある程度ね、いいオファーがない限りは、エンゼスはそのままキープするであろうということも書かれておりますね。あとは先発市場においてですね、ホワイトソックスのフェッティがですね、まあ、非常に人気になってくるんではないかというところで、まあ、クロシェもそうなんですけども、彼を取るにはやっぱり対価が非常に高いので、まあ、フェッティなのであれば、そんなにこう、まあ、彼もそこそこね、対価は必要だけども、クロシェとか、そんなレベルではないので、 ある程度のね、対価で獲得はできるというところにはなってくるのかなと思いますね。であと、言われてるのが、レンジャーズどうするのかっていうことですよね。もし、レンジャーズとしてですね、好転していかないのであれば、シャーザーとか、ロレンゼン、ヒーニー、あとはロバートソンですかね。で、あとはイエツ。 この辺がトレードに出てきて、えー、欲しいチームがたくさんあるんじゃないかみたいなね、ところでしょうかね。だから、まあ、レンジ圧の状況によってはね、先発ピッチャーもそうだし、リリーフもね、いいところが出てくるかもしれないので、まあ、もしこのまま、えー、差が縮まっていかないというか、ね、広がっていくような感じであれば、そういう方向 ただ、まあ、保有権がまだあるところはですね、まあ、焦って出す必要もないのかなっていう話であると思うから、まあ、そのね、判断はあれですけどもね。ただ、レンジャーズの行方もちょっとね、気になる部分ではあるのかもしれませんね。あとはですね、このところでカブスも売り手になるんではないかみたいなことが言われておりますので、 確実に決まったわけではないですけどもね。だからベリンジャーとかタイオンとかですね、ホーナーに関心が集まると予想されるということですね。まあただベリンジャーはあのオプトアウトをちゃんとしてくれるかわかんないから、もししなかった場合は、その残りの年俸というか契約を負担する必要があるので、取るチームはその恐れがあるからちょっときついよね、みたいな話ではあったんですけどもね。ただそれでも欲しいチームがあるかもしれないので、まあその辺でね、もしかしたら出てくるかもしれないなというね、カブスの選手たちですね。 という感じでですね、まあ、ざっとね、トレード情報としてはね、お話しした感じにはなりますけども、まあ、ドジャースとしては、やっぱりね、外野手、ただ外野手もね、結構みんな頑張っては来ているので、まあ、この辺の選手たちをどの程度信頼するかっていうね、考え方ではあると思うので、まあ、このままポストシーズンでいる選手で、どうにか頑張ってもらえるかなっていうね、方向性なのであれば、補強しないでしょうしね。 ただやっぱりね、確実にこう、まあ経験値というか、ある程度安定したものがある選手をね、獲得して起用するっていう方向も取れますからね。その辺はどの程度こう、ドジャースの中が考えているかにはよると思いますけどもね。まあ割とこうね、若い選手とか今年出てきた選手とか、まあ今いい感じの選手とかっていうところが多いわけですけども、そこが持続していくかと、あとは短期決戦で、まあ ね、そこを発揮できるかっていうね、感じなので、もちろん、取ってきた選手が短期決戦で、じゃあ力を発揮できるかっていうと、まあ、確実にそうではないからね。まあ、そこもどう判断するか、どっちが可能性が高いかみたいなところを考えて、まあ、どっちかを取るんですけども、だからやってみなきゃ本当にね、それは当たり前だけど分かんないんだけどもね。ただ、えー、可能性が高い方を選ぶかなとは思いますけどもね。それが今いる選手たちにかけるっていう方向なのか、 とりあえず補強しとこうっていう方向なのかは分かりませんけどもね。まあ補強したのであればそういう方向でしょうしね。あとはベッツが外野に戻るのであればまた違くなってきますし。まあそれはね、先ほども言ったけど状況に応じてまあ考えていくかなと思いますね。あと先発においては、えクロスには行くでしょうけども、なかなかね、対価としては厳しいのでどうなるのかなっていうところと、 ま、その判断ですよね。どこまで出していいのかっていうね。えー、で、そこまで出してほしいのかっていう話にはなってきて、その他で考えると、フェッティ、フラーティ、この辺、菊池雄星とかね、この辺にはなってくるのかなと思いますけどもね。だから、そこら辺もこう、獲得する方向なのか、クロッシェ以外であれば、自前でどうにかするのか。 っていうね、そこも考え方ですけどもね、あると思うので、まあその辺もね、えー、考慮してやっていくと思いますし、あとはリリーフはどうすんのかなとは思うんだけども、ここのところの情報で言うと、ケリーはそろそろ帰ってきそうだし、残り2名も割と復帰というかそのリハビリ登板に向けては近づいているような方向らしいので、まあそう考えると割と早い、後半戦、オールスター開けて、早い段階で、 怪我していたリリーフが戻ってくるような状況にはなってくるのかとは思うので、そうすると枠が埋まるんですよね、まあまあね。 だから、その状況でも補強していくのかどうなのかっていう話と、あとは戻ってきた選手がどの程度のパフォーマンスか、もしその、デッドラインまでに戻ってきてくれるのであれば、一応それを見極めることはできるので、まあ、それによってはっていう話かなと思いますけどもね。だから、なかなかね、枠もあるから、難しい問題もあるので、その辺はね、計算しないといけないですからね。まあ、そういう状況のリーフなのかなと思いますね。 という感じですね。このところで出ていったトレード情報ということでお伝えしております。という感じでね。今日はまあこれぐらいで終わりたいかなと思いますね。で、明日からですね。えー、フィリーズ戦ということにはなりますので、フィリーズ戦、タイガース戦が終わってオールスターブレイクということで、また明日から、えー、6戦ですね。えー、応援していきたいなと思いますね。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。 でおりまーす。